スーパードラゴンボールヒーロー、立ち上がれ、サギンガイチヒーロー。ご覧仲間との冒険、喜びも悔しさも全て君の物語だろう。未知の敵に挑む闘志を燃やして、歪む時空を超えるライバル。ファミラー STBH2 ユニバースミッション2ビッグバンミッション2ウルトラコミッション。 Hey! Are you ready?新時代始めよう。スーパードラゴンボールヒーロー、気づいた伝説を超えろ少年よ。スーパードラゴンボールヒーロー、立ち上がれ、サギンガイチヒーロー。激闘の超時空トーナメント、襲来する国威の戦士たち。時の火妖神様、時空は決して増えてはならない。それがこの世界の決まりだ。君たちには戦い続けてもらうよ。負けたチームはこの時の巻物ごと消滅させる。さあ急ごう。最後に残るのはどの時空かな。ここはナメック星か。昔戦った連中が集まってますよ。違う時空の奴らということか。ん？揃ったな。おお、ピッコロさん。貴様らの相手はこの俺だ。なんで俺がよりによってこんな不愛想な連中と組まなきゃいけないんだよ。あったくもう。いちいち勘に触る野郎だ。この可愛い妖精ミリちゃんを私たちから奪ってアイオス様に届けたチームが2回戦突破だよ。アイオス様はこの空間の中央部選定の間にいるからね。要は貴様らを倒して奪えばいいということだろう。ま、そういうことね。じゃあ早速ゲームスタート。行きなさいガラスの戦士たち。え？あ？なになに？なんだこいつら。チッ、くだらん。貴様ら雑魚相手に戦ってられるか。片腕のこの動き、やはりあなたはご飯さん。どうして俺の時空では
ルマさん、トランクス。俺は全てを失った。俺が弱かったからだ。俺は許せない。弱いままのうのうと生きている俺自身が。アイオス様は俺に暗黒ドラゴンボールで力を授けてくれた。俺は俺の強さを証明する。それだけが今の俺の生きる意味だ。あなたの気持ちは痛いほどわかります。だけどそんな迷いのある拳では僕は倒せない。俺はもう誰にも負けない。ああ、ねえ、ああ、ねえ、待てんか。あなたの強さは、あなたの強さはこんなものではありませんでしたよ。次行きだ。よし。